も、毎年ですね、このよさこい、曲を変えて、ね、衣装を変えて、そして振り付けも変えて、毎年毎年こう新しいものを作っていくんですけども、我々はですね、今ちょうどこう1月、今年に入ってからずっとね、今年の練習をずっとしてます。でその中で、今年の演舞が、終わって、来年度っていうか今年の演舞がね、お披露目するのがもう近づいているんですけども、実は明日やろうかなと思ってますけれども、今日までこの衣装をやって、明日はまた違う衣装でまた再起したいと思います。その、見納めの演舞になると思います。時はですね、明治の初め、江戸時代から明治になってね、そうやって時代が変わっていく中で行き場を失った人たちがいるんですね。例えばお侍さんがね、お侍さんじゃなくなっちゃった、その時に北海道北の大地を目指すんですね、その北の大地を目指すんですけれども、最初はね、夢や希望を持って行ったと思います。実は、そういう気持ちの中行ってみると、北海道冬はですね、とても寒くて、厳しい本当の現実が待っていたという、そういう物語になっています。それを、歌詞の方もですね、ちょっと聞きながら見ていただけると、いいと思います。それでは行ってみます。
はい、千葉のよさこい千葉連北千会でした。どうもありがとうございました。